はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。ケンシンさんのね、革新2回目やっていきましょう。ちょっと動けないのが分かったんで、で、もう1個目は、これで民中90ね。ああ、マロさん出てきた、早くも。普通やねんね、相性。まあ、いるか言うたら、どっちか言うたらいらん方やけどね。スルーしましょう。はい、であとはちょっと頭ね、人戻ってきたら発音調達いきましょう。若干早い。ああ、高谷さんか。そうか、斉藤さんもね、先生、知略高いんですよね。Thank you.
ありがたいっちゃありがたいけど、収入が増えるからね。まあ、あとは次はね、ここに、兵器学者ね。まあ、そうやね。59日、半分、半分ちゃう、2月。1月お祭りなのか。
けど、この3人だったら138日か。ちょっと待ちましょう。志田さんな、いい。志田さんじゃない、と、あ、高虎さんがいる。マジで。あ、やった。行こう行こう行こう。はい。はい、お願いします。え、なんか近づいてる？あ、違うわ。ここか。富山城か。びっくりした、高虎さんいた。高虎さんが遊んでるとは思わなかった。
違うけど。があるからね。ああ、でも間に合うか。前か。ちょっと終わりましょうかね。さん、そう、うわあ素晴らしい。あ、ヨシキオさん来たわ。あ、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。